今回のオイル交換は自動車整備士の資格のない素人が DIY で整備する動画です。自己責任でやってます。壊れたら買い替える覚悟で工賃をケチってます。真似される場合はあくまでも自己責任でお願いします。はい、どうもこんにちは、ゆるてぐらです。今日はインテグラではなく足車として使っている軽自動車のオイル交換の時期が来ましたので、オイル交換をやっていきたいと思います。まずオイルが、軽自動車のオイルって基本柔らかいんでそのまんまやっちゃって大丈夫なんですけれども、ちょっとアイドリングをして温めてオイルを柔らかくしていきたいと思います。こちらのボタン一つでエンジンつきますからね。はい、10分くらいアイドリングさせるので、それまでにちょっと時間がありますので、例えばドレインパッキンとかそういうのを買うのの注意点をお話ししたいと思います。こちらのデイズルークス、こちら日産っていう文字が見えるとは思うんですけれども、オイル交換の時に使うパッキンはこちら使ってください。三菱用。オイルフィルター、まあ、ちゃんと種別適合表とか見ると、こういった形で B21A、デイズシリーズ日産って書いてあったりするんですけれども、たまにこういう表示がなかったりするので、まあ、オイルフィルターについては、ちゃんと種別適合表を見て買うようにしてください。これはたまたま、ちゃんと書いてあったんですけれども、前交換した時は、なくて、なんかアイミーブ、とか、なんか、それ用のオイルフィルターだったんですけど、もう特段デイズルークスとかそういう表記はなかったんで、ちょっと怖かったなっていうのは思います。で、よくネットで検索すると、デイズルークスだけじゃなくて、ルークスのものも出てきちゃうんですけど、ルークスって、今、まあ、日産と三菱の合弁会社で作ってる、ルークスあると思うんですけれども、この私が乗ってるのはデイズルークスで、その前にもルークスありました。で、それ確かスズキパレットの OEM なので、オイルフィルターとかドレインパッキンとか、多分そのルークスについてはスズキ用になるのかな。まあそういったことがありますので、オイルフィルター、ドレインパッキン買うときは、よく注意してください。特にね、ルークス、デイズルークス、今現行のルークス、この3車種乗ってる人はよく注意してください。しばらくアイドリングをさせてから次の工程行きたいと思います。まずはジャッキアップさせます。オイルパンの下にオイル処理袋を置きます。この処理袋はホームセンターで売ってます。自治体によってはこの袋を使えば燃えるゴミで処理をしてくれます。ハンドルを右に切っておけばオイルフィルターに手が届きやすくなります。しかし停止時にハンドルを切るとシャフトへの負担が大きいみたいなので、作業する前に切っておくと良いかもしれません。こちらにあるドレンボルトを外してオイルを抜きます。オイル処理袋の位置を垂れないように調整します。オイルが抜け切ったらドレンボルトを締め直します。
ます。ここから出てきます。オイルフィルターはゴムの部分にオイルを一回り塗ってから取り付けてください。今回のオイルはこちらです。ジョイフルホンダで買った 5W30 です。ディーラーでは 0W16 を勧められますが、ミンカラで 5W30 入れてる人もいるので、大丈夫でしょう。それでは、オイルを入れていきます。入れるオイルの量は、フィルターも交換したので約 3.2 リットルです。ある程度入れたらアイドリングをさせてエンジン内部にオイルを回します。メモリを見て適量を入れたと思ってもエンジン回すと減りますからね。エンジン回した後にメモリをもう一回確認してオイルの量を調整してください。